The scoop of the century is a couple of wine guys getting whacked in Chile? It wasn't the victims that caught my eye. It was their killer. I believed it was Mr. 47. The bald killer clone? Come on, Jack. He's an urban legend. Even the CIA and your own FBI say he doesn't exist. We say a lot of things, Rick. It's part of the job. Delgado was a very successful man. Successful men in that part of the world tend to be, well, call it security conscious. Not many people could have done this thing solo. So you went running after a myth? Myth? No, no. It merely caught my attention. One of my CIA friends was also intrigued. The opera incident heightened our curiosity. Have a look. What's up, ladies and gents? どうも皆さん、こんにちは。マキュイです。ヒットマン、ブラッド、マネー。簡単に和訳しますね、ここ。口で。Here is your jacket, sir. あなたのジャケットです。Don't you want the jacket, sir? No, just needed something from one of the pockets. ジャケットはいらないんですか？いや、ポケットから必要なものを取っただけだ。後でまた取りに来る。って言ってます。はい、というわけで今回は次のミッションですね、幕引きのなんとかとかいうミッションなんですが、カラテンズダウンということで、今回もこのミッションスーツのみでプレイしていきます。で、今回は2人ターゲット2人いるんですけど、2人とも自己死に見せかけて暗殺していく感じになります。1人は舞台俳優ですね。で、もう1人はその舞台俳優のそのお父さんみたいな、感じで、で、その舞台俳優に関しましては、まあ、なんていうかな、その演劇場で一応パフォーマンスの一環として銃で撃たれて、弾は入ってないんですけど、銃で撃たれてこう死ぬみたいな感じのパフォーマンスがあるんですよ。なんでそのパフォーマンスを使いまして、じゃあその銃を本物の銃にすり替えたら面白いんじゃないかということで、本物の銃に、その劇のね、偽物の銃をすり替えます。で、それに気づかずに、まあ、撃たれて、実は本物の銃だったっていうことで、まあ、死んじゃうと、まあ、あくまでも事故ということで、1人目倒すと。で、もう1人に関しましては、その劇の様子を上の階から眺めてるおっさんがいるんで、そのおっさんがね、まあ、事故であるっていうことに気づいた後、大慌てで下に来ます。何事だみたいな感じで、ね、でタイミング見計らって、爆弾を爆発させてですね、上にあるシャンデリアを落として暗殺するような感じになります。だから今回は2つとも事故死ですね、狙っていきますね。はい、ここちょっと待機です。で、このミッション面白いのはですね、見つかっても大して問題がないっていうね。どういうことやねんと思うかもしれませんが、まあまあまあ、今から、ちょっとその意味を説明していきたいと思います。ここちょっと待機します。で、ここ2人、敵がいまして、今1人行きましたね。で、もうすぐちょっと様子確認すると、はい。で、ここ後ろから、さようなら。もう1人いるんで、同じように。詰め寄っていってバイバイ。はい、で、上の階に上がっていきます。で、ここがその屋根上というか部分につながってて、シャンデリアのちょうど上の部分につながってるんですけど、ヒットマンブラッドマネーはですね、初期装備に爆弾があるんで、その爆弾をそのシャンデリアの部分に取り付けて、後々爆発させていく感じになります。で、そこに今右上に映ってると思うんですけど、一人敵がいるんで、とりあえず彼を気絶させるという感じになりますね。
サイレントアサシンを獲得するその条件っていうのがヒットマン、新作ヒットマンと比べてだいぶ楽なんですよね。新作ヒットマンはもう本当、あの不法侵入エリアに入ったら左下にミニマップがありまして、そこに不法侵入中ってこう出ると思うんですよ、新作ヒットマンは。でもこのヒットマンブラッドマネーは見てもらったら分かる通り、マップがミニマップがないんですよ。一応 M かなキーボードの開けば、マップは見れるんですけど、一応この画面上にはミニマップは表示されない形で、不法侵入中もですね、不法侵入中で出ないんですよ。まあ今現在これ不法侵入中なんですけど、出てないじゃないですか。不法侵入中トレスパッシングって出ることもないんで、ちょっとね難しいと思うんですけど、新作ヒットマンに比べると。でもその分サイレントアサシンの獲得の仕方がすごい簡単でですね、非常に簡単に取れるんですよね。どういう意味かはもうすぐわかります。はい、とりあえず扉開けてここに爆弾を設置、ポッチ、よし。ほら、後々爆発させますからね。今からはちょっと、楽屋の方に潜入して舞台俳優が、舞台俳優とそのまあ銃で撃つ係の人がいるんですけど、舞台俳優ではなくてですね、銃で撃つ係の人の方に、方の楽屋に入っていきます。でそこで、彼が来るのを待って銃をする。ほら今見ました、パフォーマンス右に映ったと思うんですけど、あれのことです。でこれあくまでも演技で、もちろん死んでないんで、これパフォーマンス一環なんで、今からねその銃を本物のやつにすり替えると。はい、でここで非常に待つ時間があるんで飛ばしたんですが、待つとターゲットが入ってきて銃を置いた状態でトイレ行くんで、ここで、本物の銃にすり替えます。本物の銃をテーブルの上に置いて、で偽物の銃を47がいただくと。はい、で今からトイレ行ってるだけなんで、またすぐ戻ってきます。だからまだここで待機してスキップ。はい、で彼トイレから戻ってきたら本物の銃取ってどこか行くんで、あとはここでちょっと待機ですね。これね相当待つ必要があるんで、結構2分ぐらいかな、結構待つ必要があるんでスキップしたんですけど、ここで止まっていると椅子がそこに見えると思うんですけど、あの椅子にね、黒いサングラスかけたエージェントがね、マトリックスのスミスみたいなエージェントがそこ座るんで、ボディーガードなんですけど、それを待つと。でエージェントが座るとまたエージェントトイレ行くんで、その間に、進んでいく感じになります。来ましたね、もうすぐ彼席立つんで。で席立ってからが面白いパートなんですけど、警察官がいるんですよ。でその警察官がいて、でもうあと2人、彼らは銃、武器は持ってないんですけど、ペンキ塗りのおっさんと、もう一人は工具の、工事のおっさんかな、おっさんいるんですよ、で、警備員も一人いる感じになるんですけど、彼らに見つかっても問題がないっていう、そこ面白いんですよね。一応こう隠れながら行くんですけど、見つかってしまう可能性非常に高いんで、その部分。見つかったら見つかったで問題ないっていうね。その警備員に見つかっても、下の警備員に見つかっても、ペンキ塗りのおっさんに見つかっても、工事のおっさんに見つかっても、全く問題ないんですよ。なんでかわかんないけど。以上ここで待機しますね。で、左にいるんですよ、ほら、警備員が。で、本当はこのおっさんに見つかるんですけど、っていうかほとんどの確率で見つかるんですけど、一応やってみますけど、見つかったところでね、実はいけるっていう。もうすぐ彼後ろ振り向くんで、そのタイミングで一応行ってみます。もし見つからなかったらラッキー。さあ、どうなるか、いけるかな。で、さすがに左下のあの愛のメーター、びっくりマークのメーター、あれが赤色になったらさすがにダメなんですけど、黄色だとね、OK なんですよね。いきますよ。はい、残念、黄色になっちゃいました。これ見つかっちゃった証拠なんですよ。でも、問題なしです。で、ここ警備員一人いるんですけど、はい、普通にいますね。よ、みたいな。問題ないんですよね、これ。で、上上がっていくとまた白色のペンキ塗りのおっちゃんと緑色の、いた。はい、どうも。はい、どうも、ペンキのおっちゃん、どうも。何の問題もない。はい、で、出ます。で、1階のところから入ります。さあ、ちょっと、劇をじゃあ楽しみましょうか。で、これまだね、結構時間かかりそうなんで、早送りしたいと思います。
さあ来るぞ。ブン。はい、これターゲット死にました。バタリ。ターゲット倒すのを完了したらチェックマーク入るんでね、上に。今まだ誰も周りの人気づいてないんですけど、まあ、もうすぐ気づきます。で、上の階にいるもう一人のターゲットも気づいて急いで下に降りてくるんで、タイミング見計らってシャンデリアを爆発させて、圧迫すると、圧死させるという感じですね。で、新作ヒットマンとは違ってですね、ヒットマンブラッドマネーの場合は事故死の場合何人巻き込んでもそれはサイレントアサシン獲得できます。その新作だとターゲット以外倒しちゃうとマイナスポイント入ってサイレントアサシン取れないんですけど、ブラッドマネーの場合、事故死の場合はそれ問題なく取れるんで、これ爆発させるね、おそらくね、ボディーガードのエージェントも一緒に下敷きになると思うんですよ。だからもうすぐこけるんでね、よいしょ、こっち、はい、こんな感じで、2人死にましたね、エージェントも一緒に。ただ問題ないんですよね、これが。サイレントアサシン無事取れてるはずです。はい、というわけでね、ヒットマンブラッドマネーのミッションパート2イントロ入れたらパート3の攻略動画でした。サイレントアサシン取れてるはずです。はい、というわけで、どうも皆さんね、ご視聴ありがとうございました。また次回のヒットマンブラッドマネーでお会いしましょう。 See you next time. Peace out and have a good day.